ストレートエニアグラム二等辺の友人屋です。ティータイツです。隊長でございます、はい、今日は、よくエニアグラムって、生まれつき気質があって、それはもう変わらない変わらないって言われてるんですけども、その根拠で何、であまりその根拠が書かれてるものがあまりないんですけども、こちら9タイプコーチング、エニアグラムで自分と部下の本質が分かるっていう本なんですけど、生まれつきなんだよっていう根拠の、多分、生まれつきっていうのが分かったところで別に関係ないじゃないですか。自分がこれからどうしたらいいとかっていうことに、だから多分載ってないんじゃないですかね。でもなんかその、知りたい欲求を満たすだけ、知りたい欲求とかその人に説明するときにそれって生まれつきなの、うさんくさくさは消えますよね。そうで、科学的根拠があると、スピリチュアル寄りのものでもなくて、要はその科学的にもこういう研究をがされてますよ、されてまして、でそういう結果もちゃんと出てますよっていう話でございますと。根拠としてはエニアグラムは1950年代アメリカスタンフォード大学の医学者、心理学者らによって研究整理され、理論化体系化されましたと。もともとイスラムのスーフィーっていう、ちょっと少数のとても限られたところで、神秘的なというか限られたところでしかなかったものが、その辺はまだだからオカルトチックな感じですよね、きっと。そうですね。でそれがグルジェフっていう人に渡ってアメリカにも来ましたと。でその後もアメリカを中心に研究が続けられて、3種類の神経伝達物質の活性の工程に相関関係があるという研究結果が出ました。で、これによって、人間は生まれながらにして9つの気質のどれかに属し、しかも一生それは変化しないっていう考え方に科学的な証明がされましたと。で主にですね、このセロトニン、神経伝達物質のセロトニン、これは外部からの刺激に対するストレス、緊張を和らげるものですと。車の部品で例えるとよくブレーキとして例えられますと。でドーパミン、これよく聞くやつですよね、はーってハイになるやつ、興奮や緊張状態をもたらすやる気ホルモンと。これ出過ぎると暴力的になったりするんです。あ、そうですか。でこれはよくアクセルと例えられますと。でもう一つ、ノルエピネフリン、これが調整的役割、多分出過ぎたものを調整するんですよ、バランスよく。そうですね、でこれ出過ぎても多分良くないと思うんですね、ドーパミンとか。そう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 、でそれがタイプごとで、この低いのか、ニュートラルなのか、高いのかっていうバランスで、タイプが分かれますっていう話がされていますと。で、まず紹介されているのはまずガッツセンターから、よく本能センター、本能タイプ、腹とも言いますけども、タイプ8はセロトニンが低い、ドーパミンが高い、でノルエピネフリンが低い、なんでそのブレーキも低くて、調整役も低くて、ドーパミンが高いっていう。もう本能タイプの人はみんなノルエピネフリン、ノルエピネフリンっていうのが低いですと。でタイプ9は、セロトニンが高くて、ドーパミンが低い、ノルエピネフリンが低い、でタイプ1はセロトニンがニュートラル、ドーパミンもニュートラルで、ノルエピネフリンが低い、なんか高いのがないって、なんかちょっと見た感じ損した気分があるんですけどね。僕も高いのくれよって、勇者としては一個強いのが欲しいじゃんって思うんですけどね。高いからいいってわけでもないんじゃないですか。もちろんわかんないですけど、もちろん。なんでこの辺を見ると、なんかその遺伝だよって言われても、ちょっとなんか納得ができるんですけどね。遺伝、脳内伝達物質だとすると、親のを遺伝するって感じじゃないですよね。多分遺伝子的な何かバランスじゃないですか。よくわかんないですけど、ちょっと聞いてみます。聞きます。
こう遺伝っていうと親の持ってる特質を遺伝する、はい、そうですね、そういうふうだぞ、うん、そういうふうに今話そうとしてましたけど、うん、すいませんっていうだけでもなくて、こう脳内物質の話になってくると、はいはい、なんか絶妙なバランスみたいなところじゃないですか。はい、なんか僕今痛み止めが飲めないんですよ。ほうほう。35歳ぐらいの時から突然。いや、有名なやつで言うとロキソニンとか、ロキソニンとか、はいはい、アスピリンとか、はい、あの辺が全般ほぼ全般飲めなくて、カロナール、アセド、なんで飲めなくなるんですか。それがわかんない、現在解明はされてなくて、あ、体の調子が悪くて、そう、はい、調子が悪くて、そう、なんでそうなってるかが全然わかんない、はい、けど、でそれなんでなんですかって僕病院の先生に聞いたら、はい、人体はねみたいな絶妙なバランスで成り立ってて、そこちょっとなんか変わるだけでバーンと変わったりするんだよみたいなことを言われて、多分こう脳内物質みたいなのもなんかすごい絶妙なバランスでこう保たれてるのが、あ、ちょっとずれるだけで何かがこう出やすくなったりとか出にくくなったりみたいなのがあるんで、まあ遺伝といえば遺伝なんでしょうけど、親のそっくりそのまま遺伝するっていうことではないのかな。なるほど、うん、確かに、うん、エニアグラムで遺伝するって書いてるやつは1個もないです、うんうん、ただ私がこうやって思っただけです、はい、そう。で、ハートセンター、うん、感情、心に、うん、の人たちなんですけども、タイプ2はセロトニンが高い、うん、ドーパミンがニュートラル、うん、ノルエピネフリンがニュートラル、うん、セロトニン、いや、ブレーキが高いんですね、うん、あとでも基本ちょっと高めで、タイプ3は、セロトニンがニュートラル、うん、ドーパミンが高い、はい、でノルエピネフリンもニュートラルで、タイプ4は、うん、セロトニンがニュートラル、ドーパミンが低い、ロー、うん、でノルエピネフリンもニュートラル、うん、なるほど。こう見てみるとタイプ4もなんかだからといって有利だからといってその高いのがないっていうわけじゃないですもんね。はいはいはい、これ楽観タイプです。あ、楽観タイプの幸せホルモン、セロトニンが高い人、セロトニン高いのは楽観だなって思ったけど、じゃあ楽観反応とかってなると、あ、4は違うんだみたいな感じになったんですよ。ああ、なるほど。だからまあ本当絶妙なバランスの上でって話なんですね。うんうん、で、ヘッドセンターの人たちなんですけども、うん、タイプ5はセロトニンがニュートラル、うん、ドーパミンがロー、うん、まあ、そんな感じしますね、うんうんうん、あ、なるほど。やっぱり有利がロー、有利タイプの人はドーパミンがみんなローですね、うんうんうん、で、ノルエピネフリンがハイ、はい、うんうん、このヘッドセンターの人たちは、はい、みんなそのノルエピネフリン、この調整物、調整的な役割をするホルモンがみんな高い。不安なんですかね。違う違う。シェイが出ました。すいません。ドルエピネフリンが出ると不安になるのかなって今思ったんですよ。この人たちの不安になるから調整しようとするんですかね。そうそう、分かんないですけど、この人たちの特徴って不安じゃないですか。はい、不安です。この人たちは怒りだしみたいな。はいはい。あ、怒りの人たちは。怒りの人たちは調整が低い。調整できない、はい、のかなって、まあ真ん中ですよね、はい、で、タイプ6はセロトニンが低い、うん、あ、反応タイプなんですかね、反応タイプ、ドーパミンがニュートラル、うん、でノルエピネフリンが高い、うんうん、でまあ特筆すべきはタイプ7 セロトニンもハイ、ドーパミンもハイ、はい、ノルエピネフリンもハイ、ちょっと薬中みたいな感じで全部アクセル全開で薬中みたいな感じです、ね、急アクセル、急ブレーキ、急ハンドルの人たちっていう、うん、この脳内物質の絶妙なところの高い低いで、うん、このタイプが決まっているという研究成果が出ましたと、うんうんうん、なのでその生まれつきで変わらないっていうのは、うんうん、まあそのスピリチュアル的にずっとそうやって言われてきて、うんうん、それが科学的にも証明されましたよっていう、まあ、スピリチュアルって言ってもあれじゃないですか、占いとかとは違うじゃないですか、あなたの生年月日はいつだからこのタイプですよとかじゃなくて、考え方とかのとか動き方でそこに特筆すべきその共通点があるみたいなところですよね、それをこう導き出したみたいな、はいはい、
全然占いでは全くない、うんうんうん、はい、もちろん。でもなんかまあそれがうまく、例えば有吉さんって、はいはいはい、あの上岡龍太郎さんのように占いを攻撃するじゃないですか。わかります。でそれをこのエニアグラムの話をした時にどういう反応するのかがちょっと聞いてみたいというか。だからあの科学的根拠ですよね。知りたいのは、知りたいのは、はい、多分そういう神岡龍太郎にしても、はい、まあ有吉さんは反応してるだけの可能性ありますけどね。あいつらバカだよみたいな。ああ、なるほど。まあ手相とか占いの類は全て手の仕業って言いますからね、うんうんそう。で島田さんとかはもうボコボコにされますもんね、うん、そう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 、あの、まあ、後輩っていうこともあるんでしょうけど、うんうん、僕はなんか占いとかは心理学だと思ってますもんね、はい、まあ、私も最近、うん、あのコールドリーディングとか、うんうんうん、要はその広いことを言って、うん、要は当たる、信用させる、そうで、うん、相手に言わせる、うんうん、でそれを僕何回かその手相とか見てもらったことはあるんですけど、うんうんうん、今思い起こすとそれだなと、うんうんうん、要はそれっぽいことを言われて自分が言った、そう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 、で自分が当てはめて言うねって当たってるっていうのがちょっと思いますね。メンタリストっていうアメリカの見ましたよね。はいはい、はいはい、見ました見ました。あれもこう、あなたには白いものが見えるとか言って、はいはい、白いものを勝手に自分で想像して、はい、あ、もしかしたら確かにっていう自分が結びつけるだけですもんね勝手に、うん、そういえばね、なんか家のあそこに白いものがあったみたいな、はい、あ、それみたいな。そうで、よく使われるのが犬が使われるらしいです、うん、あ、でそれが書いてあって、はぁって、俺今まで全部犬って言われてるって、うん、で 犬が見えるって言われると、うん、昔犬が飼ってた、うん、なのか犬が嫌いだったっていう思いが絶対出てくるんですよね、うん、どっちもあるって話ですよね、はい、で、はぁこの人、うん、ってなって自分がベラベラ喋り始めるっていうのを見て、うんうん、あ、占いってそうだよねって最近思うんですけど、うん、エニアグラムに対してはエニアグラムはまあ普通にこう分類してるだけですからね、タイプを9つに分けて。そうですねあなたはあ、まあ、そういう考え方だったらこのタイプだよねって分類してるだけなんで、はい、でも一個ちょっと思ったのが、うん、全てのタイプが入ってるし、うんうんうん、みんな全てのタイプの特徴を持ってるし、うんうん、健全度が高くなれば、うん、分かりにくくなる、分かりにくくなるって言うじゃないですか、うんうん、あ、これってもしかしたらそういう人から言われると、ここ疲れると、うんうん、コールドリーディングなのかなっていうのはあ、それは誰でも当てはまるじゃねえかみたいなのはちょっと思いましたけどね、うんうん、まあ、でも当てはまらない部分、そう、でもなかなかこの高い人がいないからって話なんですよね、健全度が、そうそうそう、うん、まあ、普通いませんよってぐらいじゃないですか、はい、3でもそこそこいないって話なんで、そうなんですよね、みんながそれぞれ重い、うんうんうん、重荷を背負って重荷を背負ってるわけですもんね。 でそれがあの気質のだって現れてるっていう、うんうんうん、まあ、だからその人の性格を見て、あなたはこういう性格ですねって言ってるだけのみたいなもんじゃないですか。あ、そうですね、そう、はい、なんでこう、まあ、それ見たまま言ってるだけだよねっていう。でもまあ優れているところとしては、うん、まあ、その、うん、落ちた時に、うん、落ちる時にヒントがあって、うん、気づきがあって、うんうん、で気づいた時に上に登れるっていうのがエニアグラムの良さかなと、うんうん、これどこでしたっけ、スタンフォードかなんかで研究されてるんですって、もともと今ここに書いてあるのはスタンフォード大学と書いてありますね、うん、はい、でそこでこう研究されて、はい、いろんなところに大企業、大企業、まあ、に採用されて、ソニーだとか言われてますよね、うんうん、はい、っていうのがあるんで、あれですよ、もしあの有吉さんが文句言ってきたらちょっとスタンフォードに行ってきてくださいっ て, てかまあやだよ行かねえよって言われそうですけどもちょっと僕たちには難しくて分かんないので、スタンフォードで研究されてるんで、スタンフォードへどうぞっていうとこですかね。そう、生まれつきの根拠でございますと、うん、はい、よろしいですか。よろしいと、はい、ごめんなさいありがとうございました。チャンネル登録も何卒よろしくお願いします。ありがとうございました。